地球の歴史何年だか分かりますか？どうも、バトルゴッホのまゆこです。おはようです。アストロバイオロジーシリーズ第3弾ということで、今日はですね、ちょっと生物寄りの話をしようかなと、不思議な説がありまして、それがパンスペルミア仮説というやつです。地球の生命体は他の天体からやってきたんじゃないかとする説、なるほどね、SF チックですね、うん、隕石の中に含まれて地球に衝突したとか、こう微生物のままの状態で太陽の光の圧力で押されてやってきたとか。どういうこと？光が当たると実は物ってちょっと押されるの。へえ、そうなんだ。実際にイカロスっていう宇宙船は宇宙空間に帆を広げるわけですよ。ああ、うん、待って、大きいで太陽の光の圧力を受けて進むっていう探査機とかが実際にある。スターウォーズのねスターウォーズのブーク伯爵がのなんでこんなとんでもないような説が生まれたかと言いますと、うん、いろんな意味で都合がいいと。はい、地球の歴史、うん、地球の歴史どうした？地球の歴史何年だか分かりますか？46億。46億年なわけですよ、はい、でも生命っていうのは40億歳なの。まあ諸説あるけど、地球ができてからわずかですよ、わずか6億年の間に生命は生まれてきていると、うん、生物学的に考えてあまりにも早い。なるほど。でもう一つ目は、地球は生命が誕生してからも繰り返し隕石の爆撃に遭っています、うん、だから生命がいたとしても何度も何度も隕石が落ちてきてなかなか住みづらいと、うん、例えば火星は地球よりも軽いから隕石をなかなか捕まえないんですね。へえ。そうすると、まあ、隕石が少ない火星とかの方が生命誕生に適してたんじゃないか。で3つ目は、今生命を構成している元素と、うんうん、今地球にありふれている元素の構成比がなんかちょっと違うと。へえ。それが火星の方が合ってるみたいな結論を出した人たちもいる。でもパンスペルミア仮説にももちろん問題はいっぱいあります、うん、やってくるまでの間に生命が耐えなきゃならない環境があまりに濃すぎると、うん、まず紫外線はすごく生命にとって強敵だと、から紫外線がバンバン当たると、真空です、寒い、時間がかかる。あと、いざここまで耐えてこれてやってきたとしても今度大気に突入すると今度は死ぬほど暑くなる、うん、そんな生物実際にいるのっていうところでやっぱり信じてる人は少ないです。でもそんな時に生物学的なアプローチをしている人たちがいます。こちら、とんでも細菌たちを調べてやろうじゃないかっていう人たちがいるんですね、はい、クマムシって聞いたことある？あったかいんだからクマムシって微生物の名前なんだよ。あ、そうなんだ。クマムシっていうのはヤバいやつで、すごい暑くなっても寒くなってもいろんな環境に結構耐えられるやつがいるんですね。死んでるみたいな生きてる状態になるんだけど、それで暑さとか寒さとか紫外線とかをしのいでまた生き返ることができるっていう。でクマムシみたいな生物っていうのが実は結構いるっていうことが最近分かってきていて、生物学者さんの中でこういうのを調べている人たちがいる。なんでそんなニヤニヤしてんの？いやなんかクマムシっていうのは強くて暑さにも強くて若手芸人なのにクマムシっていうのはね、ちゃんと生きて帰ってくるんですよ。一発屋じゃない、一発屋じゃないんです、うん、この人たちだったらもしかしたら宇宙から飛んでこれるかもしれないっていうですね。だから生物学的に現在行われている研究でいうと、まあ、例えばさっき言ったようなこんな環境でも生物生きられるのみたいな、まあ、その生物どういう特徴を持っているかとかいうのを調べる。もしかしたら我々が生物いるとは思ってなかったような環境でも生物って実は生きられるのかもしれない、うん、あとは今タンポポ計画っていうのが行われていて、この宇宙ステーション、地上からすごい高いところでもし生命が漂っていたら、うん、実際に宇宙空間にそのゲルを置いて飛んでくる生物をキャッチするわけです。で、まあ、今はそのいろんな微粒子が飛んできてるのを捕まえて解析してる段階なんだけど、もし生命が漂っていることが確認されたらパンスペルミア仮説は結構強い説になるかもしれない。ということでね、今日はパンスペルミア仮説っていうちょっと SF チックではあるけれどバカにできないんじゃないかという説について話してみました。地表からのアプローチもできるということで、うん、面
面白いと思います。以上、次回はついに知的生命体の話をします。今日のボトルゴッホでした。バイバイ。